のは守備の選手は抜かれないとか遅らせるとかもちろん大事なんだけども、今のフットボールは守備の選手はリアクションじゃなくてアクションね。みんなみたいな年代の時こそ抜かれてもいいから奪いに行く、その守備ね。そう、それぐらいでいい。そうで下がりすぎない、大丈夫よ、めちゃくちゃいい、めちゃくちゃいい。その後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 ある、まだ正面ある、まだ我慢する、オッケー、素晴らしい、ナイス、いいよいいよ、それでいいそれでいい。慌てて戻ってスライディングじゃなくて我慢してシュートコース入れば必ず間に合うから。よし、お願いします。すいません。お願いします。お願いします。お願いします。そうですね。短い時間の中でどれだけ自分の言葉で選手たちの意識と行動を変えられるかってところと、日頃から監督に言われていることも大事にしながら、さらに自分の上乗せで選手たちが進歩できるかってところですね。はい。チームの色、雰囲気で、あとは監督がどういう人なのかっていうので、多分選手の熱量とか行動だとかっていうのは大体読み取れると思うんで、まずは監督のファーストリアクションみたいですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、最後失点しちゃって勝ちきれないというか、守りきれないというところがすごくあって、はい、で、まあ、そこの中で1対1の中でやっぱいろんな場面があって、うんうん、でその場面に関しても一瞬ちょっとダメをしたんですけど、はい、まあ、1対1の中でまあ向き合った対応もそうですし、うん、で相手を遅らせるっていうディフェンスも含めてそう で、あとは背を向けてる時もそうで、うん、背を向けてこうボールをやっぱ前に向かせないのがセオリーなんですけど、うん、だ奪いに行ってもまあ、その力利用されてターンされちゃうとか、松野さんの経験をされてるとかのことをまあこう伝えてもらえると一番いいのかなっていうふうに思っていまして、1対1の本当に周りのこうやり方とかそっちの方がいいですか、そっちのなんかあるじゃないですか、はいはい、それを聞きたいっていうか、ああ分かりました、はい、まあ、それがなんか僕たちでは表現できない、はい、なんか普通の練習なんですけど、うん、マティナさんにしか分からない、はい、なんかその世界観というか僕の感覚でいいですか。あ、いいです、分かりました。あのそこはもうなんか僕自身も知りたいです。いや、分かりました、はい、監督が進める中でもし気になったこととか止めて何かできること、まあ、あると思うんで、はい、そこはちょっとやらせていただきます。はい、はい、お願いします。了解です。おはようございます。皆さんこんにちは。サッカーショップカモ名古屋店の店長兼フットマイスターの松尾と申します。今日有安さんのシューズを持ってきました。スピードに特化した F50、 ボールタッチに特化したコパ、シュートをメインとしたプレデター、3個を持ってきてます。サイズ感とかもし分からないことがあれば全然聞いていただいてチェックもさせてもらえればなと思うので、ぜひこの機会にチャレンジしてみてください。 ではどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。どうですか。あ、まあそう、ちょっといい感じ。怖いからやめちょっと、あ、でもな、ここはいらないのか。ぜひ F50 履いてる人はスピードのブレないとかそういうのを感じてもらって、コパ履いてる人はボールタッチ、ボール、特に内側のトラップが少ししやすく柔らかくなってるんでクッション性効いてるから、その部分も体感してみてください。でプレデターはシュートしっかりボール回転できたりとかするんで、ぜひクロスもいける、もちろん引っかかるんで、ぜひぜひいろいろ練習で試してみてください。いや見えてるやん、見えてるやん。選手たちカメラあったらなんかおかしいと思うでしょ。ちょうど
サッカーショップカモ中部外商部の金原と申します。普段は皆さん のチームウェアのところ物の部分でサポートさせてもらってるんですけども、今日はことの部分っていうので有田さんにも協力いただいて素晴らしいクリニックになると思うので、皆さん全力でいつも通り明るく取り組んでもらえたらなと思います。よろしくお願いします。よろしく。それでは、スペシャルゲストをご紹介させてほしいと思います。牧野智明さんです。すごいな、本当。元気あんな、みんな。こんにちは。すいません、お願いします。こんにちは。元気あっていいな。今日短い時間ですけども、皆さんとトレーニングできることで、監督と先ほど打ち合わせして、日頃からみんなができてることで、できてないところとかすり合わせながら、この時間の中でみんながね、一つでも上手くなるように、自分の力もそうですし、経験を皆さんに伝えたいなと思いますので、楽しく元気よく激しくいきましょう。お願いします。はいはいはい、そう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 、腕使って腕使って、はい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 、何もしてない何もしてない、もう一本もう一本、はい、もうちょっと待って、もうちょっと前、いいよ、上から来ていいよ、上から来ていいよ、上から来ていいよ、はい、一歩目、はい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 、当てるだけじゃなくてもっとフル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 上半身使って、オーケー、ナイス、いいよ、はい、ナイス、良くなった良くなった、両足踏み切りよりは内側で、内側で飛ぶ、内側で、こっからこうやって一歩じゃなくて使った時に こっちの内側で飛ぶ、オッケー、はい、いや雰囲気いいんじゃないですか。でもまだやっぱり俺が来て遠慮してるとか緊張してるとかがあるから、それをちょっとずつ解いてあげなきゃいけないんで、それを選手たちからじゃなくてこっちから寄らないと選手たちもその緊張の糸が取れないんで、徐々にこうウォーミングアップ、トレーニング1、トレーニング2、ゲームって言って、もう本当に短い時間なので、そこで徐々に良くしていかないと、このウォーミングアップのテンションが最初にマックスで徐々に落ちていくとやっぱり良くないんで、最初に僕が来た時のわーっていうテンションがあれが、最後がもっとあれ以上のものを出せるように、うん、作っていきたいと思います。最初、キャッチ受けたらボール空いてるところに返す、この枠の中で俺に出す、そしたらこっち出してるけど、でこっちキャッチ、でこのボールはずっとキャッチ、キャッチで、ここが本当空いてるからこっちに返して、ここからパス、分かる、空いてるとこに出していく感じ、片方に持ち、パーで走る、止まれ、グー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 、右玉行くよ、こっちは、よし、しっかり走りながら体を残せ、体を残せ、そうゲット、そういうこと、そういうこと、そういうこと、それね、体を残すことないと上に出ないから、ナイス、おーナイス、うん、今1対1のトレーニングを見たけども、ボールちょうだい、まず一つボール受けて守備の選手がパス出した後にここがゆっくりすぎるね。一番大事なのは相手から自由を奪うこと、守備の選手聞いといてね、相手から自由を奪うためにはボールを出した時にどこまで寄せられるかで、この選手が頭下げて、このヘッドダウンさせる相手を自由奪うための距離感を持ちたいで、大事なのは守備の選手は抜かれないとか遅らせるとかもちろん大事なんだけども、今の時代、今のフットボールは守備の選手はリアクションじゃなくてアクションね。いかにしてボールを奪えるか、ドリブルして相手がボール触った後にボールを出す、足を出す、弾く、遅らせる、これが大事。ただ遅らせて抜かれない、ドリブルして抜かれない、抜かれない、抜かれない、この間合いの取り方ってやってほしくない。みんなみたいな年代の時こそ
抜かれてもいいからドリブルして奪いに行く、この守備ね。で今何人も見たけども仕掛けて足先だけで行ってる選手が多すぎる。じゃあどうするか、もうドリブルした時に腕をうまく使ってもいい。腕を使う、上半身使う、あ、ごめん上半身の使い方ね。抜かれてもいいからまずチャレンジしよう。でパス出した後のアプローチの時間とスピードもうちょっと出していこう。いきましょう。パス出して寄せる、そう足だけだけできる、そうで寄せ、下から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 、あオッケーオッケー、ドリブルいいよ。奪いに行く守備、奪いに行く守備、そう良くなったね、素晴らしい。止まる距離も考えてね、ただただ寄せればいいってもんじゃないからね。ストップ、そういい距離感決まった、そういい守備、素晴らしい、ナイス。あれぐらいの距離が素晴らしいね、離れない離れない、ストップ、そう追い込む、下から下から腕、そう良くなった、いいね、寄せる寄せる、すぐすぐ、そういい守備だ。相手がトラップ悪かったら行ってもいいからね、取りに行っても。熱いなっていう印象があるかな。やっぱ最前線でやってて、僕もそれこそ代表ユニフォーム着てて日本代表でピッチ戦ってるところを見てた年代なので、そういった人と話ができたっていうのが夢のような時間だったかな。その時間が生徒にとっても一番還元できればいいなと思います。アプローチするこの止まるときに寄せればいいんだけども、いいよかわして、寄せすぎてかわされるケースが結構ある。であともう一つは、俺が寄せろって言ったから寄せてるんだけども、ボールじゃない、寄せたところの足が揃いすぎてる、いいよずらして時にやっぱついていけないから、この足を揃えるタイミングをちゃんと半身でいく。もちろんゴール前だったら正面だけども、1対1の時はしっかりと半身で、でしかも止まらない、常にステップ踏む、常にステップ踏む、 OK。 であとはドリブルの選手がちょっと後ろ向いて向こうに行った瞬間にここをもっと行く、ちょっとでもボール奪えると思ったらもっと行く、下から大丈夫大丈夫、我慢して我慢して我慢して、そう腕の使い方がいい、下から下からファールしないファールしないファールしない、離れるな、そうもう一回、一緒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 、追い込む追い込む追い込む、我慢、足揃えるな、今寄せる今寄せる、腕使って、そうお互いいいね、いい守備。ない守備するね、バス出す寄せる、いいよいいよ、立てて立てて、さすがに真ん中でこれだと行かれちゃうから、真ん中で特にやる選手たちは正面に入ってシュートコースを消す。でここ1対1のように見せてキーパーが入れたら2対1だから、はい、キーパーもどっち切るか言う、寄せる、正面体に向ける、どっちもいいよ。で抜けるんだったら体入れる、 OK。 半身になりすぎないことね、真ん中の選手、 OK。 ボックスの中まで下がっちゃうとさすがに外されて打たれるから、なるべくこの前で完結したい、 OK、 行きましょう。一番危険なところに入れさせない、腕も使う、最後まで最後まで最後まで、それ素晴らしい、その頑張り大事、そう我慢する我慢する我慢する、そう良くなったね、 OKOK、 ナイス、素晴らしい。こうだったらさすがに横に行かれちゃうから、ちょっと半身、こうじゃなくてちょっと半身になりながら、難しいけどやってみ、やってみ、そうそれぐらいでいい、そうで下がりすぎない、大丈夫よ、めちゃくちゃいいめちゃくちゃいい、その後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 ある、まだ正面ある、まだ我慢する、 OK、 素晴らしい、ナイス、いいよいいよ、それでいいそれでいい。たとえ今みたいに外されても慌てて戻ってスライディングじゃなくて我慢してシュートコース入れば必ず間に合うから、スライディングは最後の局面だけだから。サイドの選手たち、これ左も右も一緒、例えば一番やってほしくないのは、いいよ仕掛けて仕掛けて中行って中行って中行って、もう一番中行ってで中行かれてシュート打たれる、これをやらせたくないサイドの守備は。じゃあどうするか、味方の選手の帰りを待つ時間を作りたい、
ってことは極力中生かしたくない、縦行って縦行く縦行く、いいよそのまま行って行ってってなると、もうここでシュートって、ここでキーパーと2対1の守備ができる。 OK、 できるだけここまで追い込んだらもう中行かせない、いいで、キーパーも縦切るのか中切るのかちゃんと言ってあげる。抜いたとキーパーその後出てたら出て、ここで行けるんだったらもう出てくる。 OK、 行けるなら下行こう、サイド行こう、もう一回守備中行かせない、中行かせない、足出さない足出さない足出さない、ノーファールノーファール、すぐ立つ、おいナイス守備、よく頑張った、たとえ抜かれても諦めんなよ今みたいに、必ずあるから守れるからな。だからその遅らせるとか相手のミスを待つっていう守備はまあできるんですよね。で今のフットボールでやっぱ求められる守備っていうのはボールを奪いに行くアクションの守備なんで、これをこの年代から植え付けに行く、行ったらかわされた、じゃあこのタイミングで行ったらかわされるなっていうのを頭もそうだし体が覚えなきゃいけないんで、まずは奪いに行く姿勢を選手たちにはやっぱ植え付けたいなというふうに思いました。でやっぱ次の段階に来た時に、じゃあそのチャレンジが失敗したエラーが起きた時にどうやったらそれがなくなるのか、これぐらい寄せると相手がヘッドダウンするなとか、あこれぐらいチャレンジいったらボール奪えるなっていう感覚をやっぱり選手たちが感じ取ってほしいんで、でも明らかにこのウォーミングアップトレーニング1トレーニング2ってこう段階踏んできた時に明らかにボール奪えるようになったし、奪いに行く姿勢がみんな出てきたし、あとは相手が悪い状態になった時に奪いに行けるこの積極的な守備ができるようになったのは、まあこの1時間半ぐらいでもうかなり進歩したところだと思う。まあ、あとはこれ継続なんで、僕がいなくなった時とか普段の練習の時にそういう意識を持ってやれるかどうかです。ありがとうございます、はい、一緒、さっきと一緒、さっきのトレーニングと一緒、一番危険な中行かせたくない、おー OK。前向きの守備で奪えたらそれでいいんですけど、これで裏取られた時に
これが前行ってこないとこうなっちゃうじゃんっていうのを分かれば試合でもっとこうしていかなきゃっていうのが分かるんで、エラーを起こすために大事、めっちゃ大事、めっちゃ大事。こういうコミュニケーションとか動きっていうのはすごく重要。お疲れさん、引退して、こういう形で今全国の高校だとかいろんなところに行かせてもらってるんですけども、みんなの学ぶ姿勢とか熱量とか一人一人表情だとか、そういうの見てすごく俺も嬉しかったし勉強になりました。今日やった2時間のトレーニングの中でも俺が伝えられたことっていうのはもう本当ごくわずか、毎日の監督から言われてるようなこともやっぱ大事にしなくちゃいけないんだけども、大事なのは練習にどうやってみんなが向き合っていくかっていう、そういう姿勢がすごく大事。セッションの中で俺がいろいろこうやった方がいいよっていうアドバイスもしたけど、もしかすると一番大事なのは一番みんなが基礎にやってるパサンドコントロールとかね、こうやってカップを押す、いやでもこうやって止めてこうやってはいはいやれやれやれってこういうぐらいのリズムでやるっていうのが、敵が来てるな、右足にパス出そうかな、右にボール止めようかなっていう、このちょっとしたこういう考えでそのパサンドコントロールの練習を1日1週間1ヶ月ってやっていく、この技術っていうのもだいぶすごいこと、そういう意識でどういう風に向かっていくか、練習に自分が取り組んでいくかっていうところが大事で、まあ俺もみんなと同じ高校年代の時にものすごくいろんな経験したし、トレーニングと同様やっぱその以外の過ごし方っていうのはすごく大事、食事とか睡眠とかいろんな誘惑とかいろいろこの年代があるんだけども、自分がどうなりたいかとか、どうしたいかっていうのを常に考えながら、サッカー上手くなるため強くなるために何しなくちゃいけないのかっていうのを考えてしっかりやってください。で、監督とかコーチにね、どうしたらいいのかっていう悩みの相談もそうだし、いろんなこと聞くっていうのも大事なことなんで、そういう聞く姿勢とか、行動力とか主張すること、自分が何を言いたいのかっていうのをちゃんと持って大事にして頑張ってほしいと思います。まあ短い時間でしたけど今日楽しかったです。ありがとうございました。選手たちのやる気もそうですし、あの熱量もね、逆にこっちを奮い立たせてくれるような、ね、向き合い方してくれたんで、やりがあってよかったかなと思います、はい、毎日のトレーニングでの向き合い方、それが大きな課題だと思います。だからやらされてるんじゃなくて、自分たちから学ぶ姿勢を持ってどうやってトレーニングに向き合うかっていうところがやっぱり高校年代ってすごく大事だし、やっぱそこが欠けてる部分がちょっとあるのかなと思うので、まあ、チームの目標と個人の目標って違うし、昨日できたから今日できるわけでもないし、それを自分の中でちゃんと俯瞰してどういうふうに向かっていってるのかっていうのを見れた中でトレーニングに向かっていくと、まあ夢でもある J リーガーだとか日本代表だとか、海外に挑戦するだとかっていうところは見えてくると思うんで、その自分の課題に向き合うことっていうのは一つ課題なのかなと思います。たくさんの情報は伝えるけども、一個でも選手の片隅に、あ、牧野こんなこと言ってたなっていうのが刺さればいいと思ってるんで、たくさんの球を打つけども、そこのパワーワードの中で一個引っかかるような守備の選手には守備寄りの言葉もそうですし、攻撃側は攻撃側もだし、何か刺さることがあればいいと思ってるんで、もしかしたらトレーニングよりもそっちの方が大事かもしれないですね。こっちが出した、提示に対して違う課題の質問をぶつけられた時のその時の対応はやっぱり自分の中ではどん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 準備しておかなきゃいけないし、プラン A だけじゃなくてプラン BC みたいないろんな引き出しを持つことっていうのは自分の中ではやっぱり一つの課題だと思ってるんで、準備は大事かなと思います。見え方とか考え方って若い選手とやっぱり大人って全然違うので、そこら辺は違いはあるかなと思います。常に夢や目標を持ち続けて毎日努力することを忘れないでほしいなと思います。その中で大事になること楽しむことです、皆さんとですね、近い将来一緒にサッカーができること、お仕事できることを楽しみにしてます。皆さん頑張ってください。牧野さんがセンターバックってこともあって、まあ、自分とポジションが被ってたのですごい自分がめちゃめちゃためになることが多くて一生忘れない時間になりました。ちっちゃいゴール使った1対1で追い込むところ、相手に前を向かせないところで、すごい上半身の使い方をめちゃめちゃ教えてもらって、そこは自分が今まであまり使えてなかったっていうか、まあ、そこが原因でもあったことに気づいて、それを意識したら守備っていうのはすごくしやすくなって、それは自分のすごい成長につながりました。コッパを履いたんですけど、すごいなんか足にフィットする感じがコッパはすごくて、それもあって、まあ、ボールも蹴ったんですけど、パスアンドコントロールもなんかすごいしやすくて、初めて履いたんですけどすごいいいスパイクだなと思いました、はい、コパの方がなんか足に締め付けられるっていうか感覚がして、
そういう面ではやっぱなんかずれないっていうか、それもあってトラップとかパスもすごいしやすいなと思いました。初めて履いたんですけど、なんか自分が今まで思ってたよりもすごいなんか履き心地が良くて、考えてみようかなと思います。はい、小さい頃から憧れてた選手が実際の目の前で指導してくださってて、同じディフェンダーとしてとても刺激を受けました。1対1のところで今までずっと1対1自分はここで負けちゃダメだっていう思いで戦ってたんですけど、中を切るって言われて外に外に移動することによってキーパーと2対1っていう局面を作ればいいって教えていただいて、それでなんか気持ちが楽になったっていうか、守りやすくなったって感じました。自分が履いたのは一番左の F、 はい、それで軽さがあってまとわりつく感じがあったので走りやすかったのがあります。そうですね、切り返しの時に革だと横に、はい、そうですね、だけど人工なのでそこの切り返しが速くなったのかなって感じます。僕自身も日本代表のユニフォームを着ている牧野さんを見ていたので、僕にとってもですし生徒にとっても夢のような時間だったっていうところで、まあ、その熱量だったりバラエティで見ているような牧野さんがまあそのまんまだったかなっていう中で、まあ、サッカーに対しての熱とか情熱とかやっぱりそこがすごく大事な部分なのかなっていうことは今日のクリニックを通して感じたことです。手の使い方っていうところがものすごくこう印象深かったというところがあって、足のスポーツですけどもやっぱり手とか上半身の動かし方とかアタックの仕方っていうところの重要さだったり、やっぱり最後守備の中では、まあ、ずっとやっぱ我慢我慢っていうことも伝えてきてたんですけど、最後まで我慢我慢っていう言葉が多かったので、最終的にはやっぱ我慢して我慢比べでどこまで最後粘れるかなっていうところがなんか重要になってくるところかなっていうことは感じました。褒めるところの熱量だったりとか、ダメなところをやってそれができた時の達成感だったりとか、だそこのテンションというか、そこはすごい勉強になったっていうところと、勝ち負けっていうところが最後すごく大事というか、だからまあ1対1やっててもやっぱ最後まで やらせるところだったりとか、やっぱそこプロでやってた人なのかなっていうところ で守備においてもやっぱ1回食らいついてダメだったから終わりじゃなくて、2回目3回目っていうところもちゃんとやるっていうところとかはやっぱり上でやってた人の感覚なのかなっていうことを感じました。すごく感じましたね。で、僕一人がやっぱり毎日練習してて試合の時も行ってっていうところで、やっぱり新しい人が来てっていうところでの変化も含めても生徒たち一人一人の行動が変わってきたりとかプレーが変わってきたりとかしてたので、だそれを継続させていくことが逆に僕のことやらなきゃいけないことかもしれないんで、だそこはうまくこの経験をクリニックを生かしてやっていけたらなと思います。すごくいいことだと思います。で、そのすごくいいことって何かって言った時に、誰もが知ってるような人が来てその生々しい話を聞けるっていう、そして質問ができるっていう取り組みとしてすごくいいことだと思います。で、今回も牧野さんも本当に高校生に対しての思いだったりとか僕に対しての思いとかも含めて試行錯誤をしてくださったので、まあ、そういったところではすごくもう感謝しかないですし、まあプロの中でもいろんな方がいると思うのでその辺難しいと思うんですけど、今回僕はやってみてすごくいい取り組みだったかなと思います。